はい、竹本さん、こんばんは。ファイナンシャルプランナー藤井です。ご無沙汰しております。お元気でしょうか？チャットではね、なかなかお見かけしないんですけど、たまにね、LINE をいただいて、LINE をいただいたときはすごく嬉しいです。はい。このビデオはですね、2019年、FBC 更新していただいた方について、感謝とお祝いと、来年も頑張っていこうという意味で、ビデオメッセージをさせていただいております。竹本さん、僕をもっとこき使ってください。今年1年間はね、なんかこうもっと貢献したかったなっていうのが正直なところでして、まあ、せっかく近いので、何も遠慮することはないと思いますんで、なんかこれってどうなのみたいなことがあったら、使い倒してほしいなと思いますんで、はい。あと案件についてもね、こういろいろとやっていただいて、感謝しております。随時ね、召喚云々が、多分来年、2019年では、お楽しみとしてあるものも何個かあるはずですので、その点についてはね、しっかりと責任を持って対応してまいりたいなと思っています。またね、あと広島での飲み会も、すごい楽しかったので、ぜひね、またご一緒させてください。はい。そうですね、女性の方も、やっぱり、なんだかんだと、いらっしゃいますんで、結構ね、こう、なんていうかな、難しく考えちゃうかもしれないんですけど、こう、割とね、和気あいあいと交流できたらなと思ってますし、なんか、こう、定期的なね、こう、勉強会じゃないにしても、こう、ご依頼いただいたらですね、何でもお答えをしますんで、はい、なんかもっと使い倒してほしかったなっていうのが、ちょっと正直な、個人的な意見というか、思いでございます。コメントもいただいてます。ご無沙汰しております。来年はさらにいろいろ吸収していきたいなと思ってます。引き続きよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい。ということでね、まあ、割と近い距離にいますんで、まあ、お仕事柄ね、こう、目立てないっていうのもよくわかるんですけど、まあ、個人的なね、LINE とかチャットはバンバンしてもらったらいいかなと。で、来年ともね、お願いいたします。1月になりましたら、相方の椎野木さんからですね、これまでのチャットとは違うチャットで、今後とは進めていこうかなと思っています。規模変わりますので、ポートフォリオもね、またちょっと見直していただいてもいいのかなと思うんで、どっかでね、1月お会いして、また今年1年間のね、作戦も含めてお話したいなと思ってます。そのおりはよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。さよなら。